長野県の皆様、こんばんは、ヤミーです。今日ご紹介するのは、メキシコの唐辛子料理を信州の伝統野菜でアレンジしたメニュー。今が旬のボタンコショウとチーズを組み合わせた絶品料理を作っちゃいましょう。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、具材の下準備。玉ねぎ、にんにくはそれぞれ粗めのみじん切りに、ボタンコショウは種を取り1センチ角にカットします。ステップ2、炒めます。スキレットにオリーブオイルを引き中火にかけ、玉ねぎ、にんにく、ボタンコショウを加えてしんなりするまで炒めます。しんなりしてきたらひき肉を加え、色が変わるまで炒めたら、ケチャップ、塩、コショウで味を整えます。この後チーズを乗せるので、ここでは薄味に仕上げておきましょう。ステップ3、焼きます。具材の上からチーズをたっぷり散らしてグリルに入れ、上下強火で4分ほど、チーズが溶けるまで焼いたら、お好みでバゲットなどを添えて完成です。ピリリと辛いボタンコショウとトロトロチーズは相性抜群。信州の旬の食材をいつもとは一味違うアレンジでお楽しみください。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミー。3ステップクッキング一口クイズ。本日登場したボタンコショウは信州の伝統野菜の一つ。そこで問題。現在信州の伝統野菜に選定されている野菜は何種類でしょう。 A 20種類以上、 B 50種類以上、 C 80種類以上。皆さん、分かりましたか？気になる答えは公式ホームページをご覧ください。公式ホームページでは過去に放送したすべてのレシピがご覧いただけます。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか？プレゼンテッドバイ長野都市ガス。